チリファンの皆さん、こんにちは。あんまりね、出る機会がないまま、もうすぐ梅雨になりますね。もう本来なら梅雨にね、なっててもおかしくない時期だとは思うんですけど、まあ今日、明日、とりあえず雨はね、あんまり降らない。まあ風もあんまり出ない。あの、明日どうなんかな、わかんないけどね。まあ梅雨前のラストチャンスみたいな感じで来ましたが、さあ、どうなるでしょう。今日は朝一、全く反応ないですね。何も出てない。仕込んでないですけど。漁船もいませんが。まあちょっとね、のんびりやってみたいと思います。来ました。ファーストヒット。27.7m。あー、取れた。なんでかな。なんか呼ばれるな、最近。あー、どういうことなんやろう。なんか、魚もイカもバラし多いな。なんか、ここを積んでないからよ、多分。いい感じだったな、今。もっとかかりましたけどね。どうでしょう。今日はバラし1回ワンヒットワンバラし。今日はどうですか。あ、さっきはイサキですね。よっしゃ、取れた。上げた途端、まあ、サイズ的にはなかなかいいね、イサキが釣れました。そうか、もう出てますけどね、反応はすごいですよ。29メートル、30メートル。うわー、反応すごいですけどね。魚探反応マックス。来てください。朝、とりあえず3匹ぐらいね、釣れるとほっとしますよね。最初にね、駆けつけ3匹ぐらい、ちょっといいのが釣れるとね。その日一日なんかこう、いいですよね。なかなか釣れないですね、だけど。早く来たからといって。こんだけ出てかかんない。不思議だね。もう最近ずっとそう言ってるよね。こんだけ出ててかかんない。悪くないけどね。あー、今日も大きい。使いにくい。大きい玉持っていたのにな。大きい玉持ってくると、大きいのもかかんないな。まあ大体こんなもんですよね。ちっちゃい玉だったら割とね、まあまあの頻度で大きいのがかかるんだけど、大きいの持ってくるとね、かかんないですよね。ちっちゃいのでいいだろうみたいな。今も抜き上げましたからね。それぐらいのサイズであることが多いです。すごいけどな。反応意外と今日魚いないのかと思ったけど。今すごいですよ。37、8メートルで20メートルから下ぐらいにね。すごい反応出てます。けど不思議なほど当たんないです。ちょっと大きいかな。ここかな。まあ、こんだけ出たらここで粘るしかないよね。16、7メートル。すごい反応。悪くないと思うけどな。まあ、今日もね、朝寒いぐらいだったんだけども、暑くなる予報なんですよね、今日も。昼頃ね。昼近くなるともう多分もうすごい真夏ぐらいね、暑くなる予報なんで、まあ早めにね、勝負をつけたいんですけどね。いつでもね勝負つかないですね。だいぶそこから上げたところで来ました。37メートル、食い上げてくるっていうようなね感じで。
でも、まあまあいい石垣だと思います。やった、あと1匹で合格。今日もね、一応あのいつでも3匹で釣れたら合格なのでまあ本命がね、うん、いいと思う。ちょっと浅いです、今ここね。今2匹、あと1匹、あと1匹でとりあえず合格です。合格水準は必ずしもそう高くはないはずです、ラインが止まりましたね。底物っぽいですね、うん、まあ重いのは重いけど、今日初めて玉を使えるか。上がってきた、上がってきた、上がってきた。重いはずです。どう？何これ？いや違うね、これもイサキですね。えらい重かったけど、まあ、確かに取ってはいるけどね、取ってはいますけど、また玉を使えず、玉を持ってくると玉を使えず、まあいいや、しょうがない。よし、一応合格。3匹、ああ3匹、やった、釣れました。いけいけ釣れるときに釣るんだ。よいしょ、どうですか、なかなかいいサイズです。今日はね、だけどポツポツですけど、うん、今もうなんか落としてる時にね、銃が止まりましたね。落ちてる間に食いました。そんなにやる気があるのにね、なんでこうポツポツとしか釣れないな。よかった、一応3匹釣れた、うん、あとはヒットシーン、ちょっとヒットシーン欲しいですよね来ないんですよ、鳴らしてるとね、本当に。まあほぼほぼ同じ場所でね、同じ水深で同じようにやってるんですけど、それがね連発しないんですよね。厳しい、合格だけど厳しいですね、今日も。今日しかも青物が全く影も形もないです。今日ちょっと流れが速くてね、まあこういつでも流れは速いんですけど、ちょっと同じとこ留まれないんですよ、なかなかね。シアンカー落としてもね、シアンカー落としても流れが速い日は余計ね、シアンカー落とした方が余計速く流されるんで、しょうがないですよね。まあこういう時は本当足こいカヤックだったらねいいんかもしれないけど、まあそうですね、足こいカヤックが出た頃はね欲しかったんですけど、まあやっぱり、まあ僕は足漕ぎ乗らない、まだ乗ってない理由はまあいくつかあるんですけど、まあこのコンパクトなサイズでね、車に乗せ、この方が乗せやすい、軽いっていうのはあるんですけど、まあそうですね、足漕ぎ、やっぱり僕は足漕ぎ乗らない、乗ってない理由は3点。まあ一つはその重くなるってことですね。もう一つはその機械的な、メカニック的な部分のね、メンテナンスがどうなんかなっていう点ありますよ。で最後、実はこれが一番心配してるんですけど、一番心配してるのはどうですかね、まあ今から違うのかもしれないけど、基本このペダルを漕ぐんで着座点がね高くなると思うんですよね、この、普通のカヤックよりもね。うん。普通は、要するに重心が高くなると思うんで、ちょっと安定、
安定性的にどうかなっていうね、ちょっと波があるときはね、まあ今日みたいにこれ波がなければ全然問題ないと思うんですけど、前進ね、更新できるっていうから、それは、ね、乗ってみたいとは思うんですけどね。まあやっぱりでもそうですね、重さと、安定性にちょっと不安がね、自分としてはちょっと不安が、あります。まあどっちにしろね、もし何かあった時のためにね、パドルは積むことになると思うし、そしたら荷物も増えるし、まあ今いいんだけどな、っていう辺がね、あります。まあメカニック的な部分もね、自転車みたいなもんだろうと思うんで、チェーンがついてるのかな、まあその辺の耐久性とかね、メンテナンス性がどうなんかなっていうのはね、まあ個人的にはちょっと、あ、当たった、ありますけど、なんで書かないのこれで。30メートル、すごい出てるけどね、20メートルから下。魚、さっきちょっとお魚が跳ねてるのも見えたんだけどな、おかしいな、なんで最近かかったのこれ、地球じゃないの貝とか岩がね、いや動く気がするよ。だけどかかることもあります。何やろ、おちょっとちっちゃいけど赤旗ね、嬉しいですね。これ美味しいんですよ、すごく。刺身でね、去年何回か釣れたんだけど、やったこれはいいね、色もすごい綺麗ね。もうワンサイズ欲しいところで、不思議やな、出てる出てる、今も出た、18メートル、出てる、いいけどな、いい反応だと思うんだけどな、かかんない。まあ4匹今ね釣れて、まあ一応まあ釣果としては、まあ合格点だと自分では思ってるんですけど、ちょっとこう結構遠いところまで来てるんでね、もう一声来てほしいんだけどな。32、まあ、深さも十分ね、ベイトもいる、風波なし、もう最高じゃんね。これでもうちょい来てくれるとね、最高なんだけど、いやー、当たりは限りなく渋いですね。どうなったんかな、来た、久しぶりに来た、なんか下りっていうかね、沖の方のちょっと浅いところがあるところで来ました。あー取れた、あーもったいな、タモ使えばよかった、これはイサキでしょう。だいぶ上げたとこで来ました、今度はちょっとタモ使いますさっきちょっと横着してね、タモ引っかかるのが嫌なんですよ、タモにね、針がね、まあ、ちょっと小ぶりだったんで、横着して取ろうと思って。折っちゃった。よし。まあ、こう取ればそれは間違いないですよね。間違いないんですけど。絡むんですよ、この、あれはね。海を変えようか。ちょっと遅いんだよね、落ちるの。今 40g だよ。水深 37m。本当なら、やっぱり背の上だね。
あー取れた。うんとまあなんとも呼ばれるな。また急ぎ。よかったよ。どうだこれは。なかなかいい引きじゃないでしょうか。ダメ、バレないでください。今ちょっとバチバチ言ったんだけどね、近くで青物かもしれないね。いいね、バレないね。今日もう2バラシ、3バラシかもしれないな。最初まあ上まで上げてバレたのが2回、途中でバレ、ああほんとなんかおる、なんか今ねいますね。これはヒラマサの可能性大でだと思います。いいな、よし、もうこれが取れたら満足かな、もう今日は。よいしょ、34メートル。ほんとね、なんかおるね。いい感じでかかったな、しかし今。ちょっとでもジグはちっちゃい、40グラムのね、ちっちゃいジグで針この前切られて、一本一本、フロント一本、リア一本、リアが2号でね、ちょっと、あ、ほんとほんと今出てる。今出てるっていうか、今釣れてるのが映ってるんだ。10メートル。よし、来い。頑張れ。きつい。今日、玉はいいんですよ、玉は。なんぼ大きくても、リーダー。あら、タイだ。これはまた巨大。釣れちゃいました。うわ、すごい。こんな、この網持ってきてよかった。まあ、タイはだけどね、いつものやつでも、頭からね、頭重いんで。プシューって言ってるよ。やったー、粘った回あった？これすごいね。よっしゃ。まあ、ちょっと今日満足やな。これが釣れたらね。よかったね。ちょっとこの、すごい。ヒラメを逃がして以来ね、割と、あれ悔しかったんで、大きい、うわ、すごいな、これ。大きい玉をね、最近持ってきてたんですけど、まあ、大きい玉を持ってくると、ちっちゃいのばっかりしか釣れなかったんですけど、やっときました。これはまあ、まあ、大きい玉持ってきたね。まあ、貝はあったといえばあったと思います。食べるのがちょっと、怖いぐらいですけどね。よかったです。今日もヒットルアー、今、今日はね、青物あんまりいないんで、いつも60、ここでね、最近使うこと多いんですけど、今日は、40。まあ、あんまり急いで落とさなくてもね、青物の時はね、早く落としたいんですけど、すぐいなくなるから。この前ちょっと1個取られてね、これがね、ワンフック、ちっちゃい2号の針。でね、よく取れたなと思います。後半、根魚パラダイスになっちゃいました。32メートル。あんまり大きくない。このカラコ。もう全く、ザ、根魚。なってきました。根魚。あ、もう、近所のばあちゃんにあげます。最後になんか来ましたよ。ちょっと重いのが。そこ系だと思いますけどね。根ばかりかと思いましたね、最初。いい、平べったい根魚だって嬉しいな。
ラペッタイの魚だったら嬉しいけど、いやーそこまでの重さじゃないね。あー大事に大事。あーこうか、キジハタっぽいですね。あ、サイズはいいと思いますね。サイズはいいと思います。うーわ大きい、よいしょ。うわちょっと今までのカラコと対照的なね。最後にすごい大きい、キジハタが来ました。夏は間近です。ね、キジハタです。大きいですね、40以上は確実にあると思います。今までさっき釣ってた、カラコちゃんと見比べるとね、こんなに違いますね。まあ、このカラコだってね、十分店に行ったら売ってるね。もっとちっちゃいのでも売ってみますよね。ね、美味しいです。これ煮魚には最高です。今日もえらいことになっちゃいました。最終的にね、なんか最初なかなか釣れなかったんだけど、イサキはね、ポツポツ釣れるぐらいだったんですけど、最終的には、まあまあでかいアコね、からまあやっぱり今日はこの、マダイがね、一番でかいです。赤旗もまあ、僕個人的にはね、赤旗、のお刺身がすごく好きです。まあ、全然今ね、無風無波になりましたけど、もう暑いんでね、十分釣ったので、帰りたいと思います。